はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今回もやってきたー、よー俺の時代。なんかさ、前振りのテレポ的なものを作ろうと思ってんだ、僕、この頃。待ってね。氷魂。今、魂って書いてあった？まあいいや。はい。あ、そうだ！クリアしたんだよ！思い出した思い出したブブブヤエちゃん。ね、だいぶポイント溜まってきましたね。カットインのね、動画も、なんか飽きてきました。うん。銀さん、うん、ケビン、銀さんご指名ですか銀さんご指名ですかてれんさっきぶりかお前ら仲いいな黒いなお前たまごちとはおひさか。おお。おお。なんか黒い僕がいる。さあ、これはたまごちだよ。たまごちだよ、これは。おお、よくわかったな、ジャキン。ソードアートオンラインっていいよね。かっこいいよね。さあ、ブラックケビン。あらジャキン、なんかいるんだけどな。なんかいる。そういや。お前、わかったよ。うん。いや、それ多分ケビン当てだろそれケビン当てだったらやっぱりお前、ジャキーン。そういや。待って、それ、難しいんです。これだっけ。どれだこれだ。そういや。やめんかよ、お前。やるんか、どっちやねん。てか、クマで暴れてもなんか手がなんか太くてよくわかんねえんだよ、お前。本当にもう、まん、はい、変態ですか？変態ですか？あ、違うの。違う。お前ら分かってんの？俺の声聞こえてんのか、お前。違うの。いいよ、おっしゃって。いいんだよ。いやね、この話をするのは、止められていたんだけどさ。いや、まだ、やめとこうか。いや、まず思うのがさ、たまごっちが最初さ、ここ入った時さ、僕をいじめるって言うんだ。いきなり宣言するんだ。そしたら、ゲイさんが仲間になってくれたんだ。うん。今日はケイさんの味方だよ、みたいな。うん。にっこり、待って、ごめん、ちょっとチャットが早い、みんな。そうですね、ゲイさん、怖い。にっこり。意外といるんだよ、たまごっち。意外といるんだよ、たまに結構裏切られっけどな。うん。俺の味方って言ってくれたらみんなそうかもしれないけど、なんか似合って笑われたら大体狙われる。うん。はい。いやー、あとなんか、前回さ、親知らずがどうのこうので顎が痛いって言ってたでしょ。今はもう痛くない、顎の痛さに打ち勝った人間でございます。はい。親知らずごときに負ける人間ではありません。やめてよ撃ってよ申し訳ない。違う。大丈夫かどんまいどんまい。いや、自分どんまいどんまいじゃないこと。ただ、親知らずの痛みはなくなって、喋りやすくなったと思ったんだが、鼻が詰まる。なんでだろう。風邪なわけがない。ねえ、バカは風邪きませんからね。はい。よっしゃい。ほい。待って、暴れないで。落ち着け。そう。You want my soul? So, eight, two, one! すぐそばにある俺のジングがいつも走ると揺れる。さらった銃に白いの浴びて。巻き起こせシコティーシコティー行くかい。申し訳ない。お食事中の方申し訳ない。あとお子様連れの方申し訳ない。家族で見てる方もいらっしゃいますからね。僕の実況言ってましたからね。僕は知ってますよ。あれでね、お姉ちゃんと弟で見てる方もいますからね。お母さんと子供で見てる方もいますからね。 PTA 怖いわ。うん、あれだよ。本気で言うけどあれよ、一回 PTA と俺喧嘩したかんな。本当に喧嘩したかんな。一回な。うん。危ねえな。お前、銀さん絶対俺に当てようとしてるだろ。その腕絶対俺だろ。
完璧俺に当てようとしてるだろ。おう、危ない危ない。なんか霧がかって向こうがなんかちょうどよく見えてない。あ、なんかいい感じに映ってるね、向こうは。向こうも、人気、ヘイだね。ヘイ人気、ヘイ暴れてる、ヘイヘイでね。あ、やべえ。メモ見たいけど見れねえ。あ、ダメダメダメだダメ、そんな、おー、ありがとう。銀さん、僕は君を信じている。うん、これは僕狙いかな。うん。はい、ジャスガー。あえてのジャスガー。ピョン。え、なに今のソフトの様子。なに俺の声を代弁してくれた感じ。ありがたいし、ありがたいし。たんだけど、それ、あれあれあ、やちゃやちゃ、向こう見てた、向こう見てた。あ、おぉ、さすが銀さん。あ、待って待って待って、なんか荒髪怒ってる。なんか俺狙われてんだけど。やべえ、あぶね、あ、うってえ、なんでずっと俺狙ってくんのかな。あれ、いや今3、4連続くらいずっと俺のことたげてたよね。なんでかな。ごめんね、みんな、こんなところで死ぬ予定はあおないんだ、私には。ひざまずけ、バカ野郎。人間様を何だと思って嫌がるんだ。え、あ、そうだ、親知らずの治し方。うん、親知らずの痛みの治し方ね。なんか顎がさ、ミシミシ言うじゃん、親知らずって。分かる人は分かると思うんだ。で、顎が開かないんだ、本当に。で、指が3本まで入ってたんだけど、寝て起きたら1本しか入らないくらいなの。いわゆるフェラティンティーもできねえんだわ。うん、大変だ。うん、大変だった、本当に。だから思いっきり腰上げて、腕でね、腕でガーって開けてから、コリコリなんかジリジリ言うからさ、顎を思いっきり叩いたんだ。そしたらボキってなって、でそっから一瞬超激痛走ったんだけど、なんか良くなった。おっぱい、みんなもっとぶっかけて。ありがとう、はい、リカ10匹でトゥー。なんだ、今ジャスがしようと思ったのにかすったじゃないか。お前当てんなら当てろや、おい。胸を張れる、意外あんまり苦戦しなかったな。それで皆さん、うん、ご一緒に。私は旧大店いただきます。はい、おいしいです。今のスタイルゴールズ、青たまごち、今回敵だからね。今回敵は無、いけ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 か。うわぁ、ゲイさん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 負けてる、ゲイさんが負けてる。ほっ、あ、やばい、対人戦最強、対人戦最強、やばい。あ、お、お、ケミンも、あはは、ケミン道添え、ゲイさん。オーピーアンブルがもうない。ノア、なんかすごい今、喘ぎ声が、ノア、ノアって聞こえたんだけど、奥の方で。たまごっちのテクですね。大丈夫ですよ、注射はありませんから、とか言いつつ。お話いいですか。ですよね。ね、ケビンが奥の方でうわーうわーってね、たまごっちから爆食らってましたね。綺麗なああいう声だったです。はい、ごちそうさまです。いや、乱戦時に突っ込むのもどうかの。銀さん強いって言いながらね、たまごっち君の方が多すぎた気がする。お疲れ様です。あざす。うん。ポチ。いやね、まあ対人戦だとたまごっち多分1位じゃないかな。うん。まあね、戦闘 PS で言うと、まあ銀さんが格上なんだけどね。うん。まあぼっちだからね。どうした？どうした？君はぼっちじゃない、僕たちがいるじゃないか。うん。てかあれだよ。前回新メンバー出てる、新メンバーね。他にも出ていない方はまだ3桁以上いるはずです。はい。前結構コメントをいただきましたから、私は知っています。あと前出てくれた、ちょいちょい出てくれた方もまだいますからね。あれかな？夏休みだから、外行ってんのかな？それともなんだ？寝まくってんの？冬眠？季節外れの冬眠？ね、今夏休みだよね、多分ね。いや、顔振るんじゃなくて、喋ろ？喋ろ？あ、顔振る、縦に振る、チンチンも振る。いや、これだとさ、俺一人で喋ってるようになってるからさ、ね、なんか寂しい人になってるじゃん。ね、喋ってよ。ね、何喋らんのよ。
え、ごめんなさい、すいません、はい、はい、ない、あやめてく、やめろよ、お前マジでやめろ、今ガチなリアクション出ちゃう、バカ野郎バカ野郎、ハウってなんだよ、ハウって、ハウってなんだよ、初めて出た、ハウって実況で初めてハウって言ったよな、恥ずかしかったよ今笑ってんじゃねえよ、しかも引き笑いじゃねえかこれなんだよ、リスナーたち絶対今びっくりしたよ、ロード画面でいきなり俺がハウって言い出すねんからね、ライダーとは、ああまあ一番びっくりしたのは俺だからみんな、うん、大丈夫だ、うん、今上半身っていうか、まあ俺家だと大体全裸なんだ、うん、パンティーだけ履いてんだ、うん、裸族ではないんだ、ただ開放感が好きなんだ、はいはい、じゃあ家着いてすること、靴は脱ぐ、靴は脱ぐって感じ、うん、そんな感じ、はい、だから俺いつもさ冬でも上裸かな、大体なんでかっていうと、え、何怖くなって、いい声で泣くな、ほんと、はい、あ、アドバンス出てきた、アドバンス、はいはい、ほい、はいはい、あれどこ行った、逃げちゃった、あー逃げたね、まあいっか、多分誰かやってくれ、えい、地図を見るぞ、あ、誰も追っかけてねえ誰も追っかけてねえ、まあここのはいらねえか、回らないで、まだやめて、オッケー、サソリ嫌い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 、本当に嫌い、サソリルルッ、いや今回さ銀さんのかっこいい姿をシャキって撮りたかったけどさ、いやクマはかっこよくなれねえな、どういうアングルにしてもな、てかむしろなんかホラゲみたいになりそうだな、あの影つけたらね、なるねこれね、うん、てか銀さんその服好きだね、このクマね、そろそろレッドさんなんか出てくるんじゃね、ねえレッドさんが出てくるよっていう天気予報的な銀さん予報、おーい危ねえ危ねえ、はいはいはい、ほい出会う、出会い出会い出会い、あ、なに光線中の荒髪がなんで、光線中の荒髪がなんで、ナレーションおい黙っちゃったよ、光線中の荒髪がどうした、今なんか喋ってたよな、光線中の荒髪がで終わったけど、どういうことね、そこまでいったら最後まで喋喋って何喋ってちょっと日本語おかしくない、ここからここからここから人口が入るんだぜ、ジャギーン、あ休憩時溜まってるぞ、今回俺反抗できんじゃねえか、みんないただき、みんないただきだって、それでは皆さんご一緒にさ、もらうもんもらって帰るわ、いただきます、はい、おいしいね、ルーナス最高です、俺だってな、俺だって待って待って待って、君は手加減ということは、君はねちょっと、よし今のうちにいる、うわよしよし、いいぞ、あ、あいつ気づきやがった、あいつ気づきやがった、いや、気づいてない、うわ、めっちゃ悲鳴、あ、アドバンいるじゃん、倒した、食った、キルバーチケット、俺だけいや、いたからさはい、私がやります、え、何をするの、うん、いやー面白いなー、なんか何が起きるかわからない、そして対人戦卵ごて強い、なんでかな、うん、てか容赦なかったうん、てか俺急ゲージ溜まってたからどうしようと思ったけど、アドバンいたからさ、うんね、うん、なんでうなずくだけなんだよむせちゃって、タックルしたらむせちゃってごめんなさい、その手はやめてください、うん、またなんか変な声出るから、フリじゃないよ。フリじゃないからね。うん。なんか、うん、ちょ、バカ野郎てめえ、超種類乗るんじゃあれ。お前、俺が画面向いた、何 ?1 秒経たずにやったよね。ね、やらないよっていう風に、何手で、
グッドみたいな、うん、やらないよ、グッみたいな、なんか、オッケーサイン出しときながら、1秒で裏切ったよね。5秒経って、3秒も経ってない、今。うん、そうなんだ、ね、分かったって、画面向いたら、ポンってきたからさ。なんで、うずくまって笑いこらえてんのね。引き笑い。うん、うん。大丈夫かい？うん。うん。俺はもうダメだ。あっちはもうダメだ。うん。で、あれだ。今のうちに台本だ。パチッとね。リアルだろ？みんなリアルだろ？うん。でも、なんか一個覚えてんだよ。一個覚えてんだよ。お母さんが、この頃お母さんがみたいな。そうそうそう。そう！そうよ！思い出したよ。そう。あれよ。ちょっと愚痴らせてくれないかい？愚痴を言いたいんだ、僕は。今回ちょっと愚痴動画ということでいいですかい？ケンさんをいじめないとやめてください！いや、ん？このミッションまでにする。いや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 、道連れって道連れってそれはないんじゃないですか、ちょっと皆さん。おお、なんか結構ここすごい場所だな。いや、みんな恐ろしいわマジで。何、アドバン食ったからね、アドバン食ったからいけなかったのね。ごめんって、シルバーチケットだからそんなに よくもないでしょ、あれね。外れっちゃ外れでしょ。はい、よいしょっと、おいしいネビーです、最高です、本当においしいよ。血が崩壊確認、活性化活性化。うーん、面白く耐えられないな。トドーイタッチ、見てろよ俺の下半身。あ、ごめんね、ごめんごめんなさい、神様、申し訳ない。下ネタを言ってね、下ネタ言った途端ベシッて食らったわね。うん、神に怒られたわ。ここからけしからんって。はい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 、あ、そろそろ羽生やすかね。はい、おお、怖いな。誰も行こうか、やるぜやるぜ。はいはい、ほいほいほい、結構難しいけど、ファイはいはい、ほいへいへい、で俺一人、俺一人、はいはい、よいしょ、ほいほい、どこしゃい。おー、小さくてくれた、さすが良い、やることが違う、サンキュー。ほっ、はいよ。あ、ダウン取んなきゃいけないの？俺そんなのやっちゃった？マジか、ダウンか。無理があるな。ほい、ほい、ほい、うわ！ダウンしろ、ダウンしろ、ダウン！この、この、この、3、2、1、あー！はい。行きます！食べ放題、美味しい。あれ、あ、くそ、もう食えない。あ、俺狙いか。はいはいはい、よいしょ、はいよいしょ、はいはい、羽生えたらいいな。俺も軽いのにすればよかったわ。よいしょ、お、あれ、てか思ったけど一匹殺した、いねえな。みんな早いな、おい。おお、ほい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 、頼もしいですね。いただき、いただき、それでは皆さんご一緒に。お疲れ、みんなの戦い方、いただき、あー、ちょっと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 、ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ない、申し訳ない、本当にすいません。ちょっと待って、ここ出たら死ぬ、ここ出たら死ぬ。あー、貫通してきたし、あー、来てない、来てない。くそ、玉切れか、玉切れか、男が玉切れってあかんよね。男は玉、お、なんかケビンが今絶対先回りしてたでしょ、あいつ奥の方にケビンいたよ、俺。はい、私がやります。あ、ケビンを倒してくれるの、あざっす。意外とこいつやるぞ。いやーねー、うん、
てかさ、今回撮るとき、あれだ。ちょっとまた台本見る。思えば言ってなかった。あれだ。愚痴らせてくれって言ってんね。俺何も言ってねえわ。あれだよ。この頃さ、何まとめて吹き飛ばしちゃった。もう、勢いのある射精なんだから。もう、かけるかな。もう、もう X? もう、勢いのある射精なんだから。射精だね。え、ひどい。ほい、ほい、まだもう一戦あるぞ。ほい、行くぞ。ほい、ほい、ほい。ね、銀さんはね、人を吹っ飛ばすほど射精がすごいと。アイクポーンつって。漫画で言うとドビューじゃない。あれ？お、銀さんのテーマだ。初めてか？変態ですか？あ、そうなんだ。あ、いや、違うの？どっちやねん。あ、もうみんなして僕をこうやっていじってさ、でも、銀さんあれだよ。銀さんあれだ。うん。俺と銀さんは似た者同士。うん。お互いいじられようじゃないか。うん。ね。下半身の方。いじり合おうじゃないか。ちょちょくり合おうじゃないか。ね。不女子は喜ぶよ。うん。不女子は喜んでくれる。うん。多分。ちょっと待ってね。できるかな。ちょうどハンニバルだ。あ、違う、違う。そうじゃないんだ。俺がやりたいのそうじゃないんだ。難しいな、難しいな。みんな俺がやろうとしてんのなんとなくわかるだろ。なんとなくわかるんだろ、今までの俺の行動で。これ来るか。んー、ちょっと惜しい。ちょっと惜しいけど、まあ。まあいいかな。銀さんの足に抱きつく、ホモ。ゲイ。ん？あ、避けんの、避けんの。変態ですか？何？ん、違うの。じゃあ、変態ですか？スルーですか？ね、ね、振られた俺。ね、ん？ん？ん？銀さんね。いや、ね、ふんふん。何の話をしてるんだい？ハンニバル、ハンニバルを倒すってこと？たまごっち相変わらずおめかしが長い。戻すんかい。服装戻すんかい。お待たせしました。おお、お待ちしました。お待ちしました、とも。何分待ってかって、うん。わかんないな。とりあえず台本見るわ。うん。あ、なんとなく覚えてから言うわ。あれよ。さっきから言おうと思ったけど、みんなカットイン入れてくるからさ。うん。格変入るわな、トークの。やばい、死ぬかも。お前、ガチガチできたんちゃうの？まあね、そんなことで。あれよ。公園がなくなってきた。うん。子供たちが、家で遊ぶことが多くなっている。うん。僕は昔、あれよ。中学校くらいまでは外だったかな。ほぼ。俺が中学校くらいの時にゲームキューブのルイージーマンションくらいな感じかな。うん。で、俺が、うん、大丈夫か。うん、失礼。で、なんだっけ。小学校か幼稚園くらいの時にゼルダの伝説が発売っていうかな。で、俺がもっとちっちゃい頃にゲームボーイの白黒のレッドグリーンが出たはず。ほう！危ないほう？ほう。あれ、俺の語尾どうなっちゃったの？まあ、いいや、そんなことさておき。俺がこんなことを言いたいんじゃないんだよ。これじゃないんだ。これじゃないんだ、俺が言いたいんだ。公園なんだ。うん。あれだ、話がどんどん変わっていく。な、台本がないと、どんどん変わる。うん。おーっぱい。うん。どこでしょ？で、なんだっけな。あ、そう、公園。公園ね。うん。減ってるじゃん。例えば、用具がなくなっていったりさ、例えばさ、俺の近くにあったのはさ、滑り台がなくなったり、ブランコなくなったり、あと、なんだろう。鉄棒もなくなったし、なんつうんだろう。ボールなんていうのかな。なんか、ロープで上から吊るされてる人が乗れるボールがあるんだけど。ほいしょ。あ、さすがじゃなかった。ほいしょ。なんか、それもなくなっちゃった。それでよく人乗っけて、もう一人がぐるぐる回ってみたいな。
そういうのはあったんだけど、もうなくなっちゃったんだよね、すべて。あるの砂場だけなんだもん。であと壮大な広い、ただの空き地みたいな。なんか世の中つまんなくなってきちゃったよ、外遊ぶのね。まあ俺はさ、あれよ、多分言ってなかったと思うけど、俺公園とかの遊びでつまらなすぎてさ、あ、行く行く行っちゃう、ありがとう銀さん。これジャズが染みる。ほっ、あー、ダメだったダメだったダメだった。まあわざとだから大丈夫だ。おお、ありがとう銀さん、かっこいい今の。銀さんかっこいい、さすが良い。見せるね、 PS 見せるね。ランク上げたいよ、そろそろランク上げたいな。でもな、シュウさんもシュウさんで強いんだよ。あ、こいつよく逃げるな、ほんと。よいしょ、そろそろ上がるな、銀さん。そろそろ上げ上げだな。やばいよ、シャドウさん追いつかれるよ。シュウさん、そろそろ追い抜かれるよ。ふぅふぅ、あー、ごめんごめん、調子乗った。うん、てか、こんなやつに踏まれたら一発で死ぬんだけど。あ、待って、これあれか、これあれか、これ、これこう、こう、危ない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 、よかったよかった。ふぅふぅふぅ、パチッ、危ない。はい、よいしょ。で、あれ、何の話してたっけ。銀さん、かっこいい。うん、ね、これで終わりだね、これで終わりだね、君の人生が。それでは皆さん、問題ない、ご一緒にもらうもんもらって帰るか、いただきます。もうみんな俺との、なんだろう、いただきますを狙いすぎて止まってたもんね。おお、待って、こっちに隠れれば、って俺が黙っていると思ってか。そ、待って待って待ってくれ。ナイスの銀さん、よし、装備したぞ装備したぞ。おの、おら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 、隠れろ。まあ今回はタムコッチ引き分けだな。引き分けということにしてやろう。大丈夫ですよ、注射はありませんから。次は叩く。いやー、銀さんかっこよかった今回。てかいつもかっこいい。うん、結構いじられてるけどね。うん、戦い以外はいじられるんだけどね。いやー、銀さんほんとかっこいいよな。うん、かっこいいわね。名前も銀だからね、かっこいいよね、響きが銀っつってね。ね、銀ギラ銀ギ銀っつってね。いや、いいよね、名前がね、2文字ってところがいいよね。しかも銀、金じゃなくて銀。わかる、この微妙な配置。皆さん、このクオリティわかります、このネーミングの。よくありましたよね。僕と同じ世代の人なら知っているはず。銀狼というドラマを知っているでしょうか。ええ。あれも最後、金狼っていうのが出てくるんだが、まあ、やっぱり主人公は銀狼なんですよ。ええ。まあ、こんな熱く語ってもあれだ。まあ、僕と一緒の世代で、さらに、何、銀さん。入り口でそういやそういやしてるってことはしたいのかな、足りないのかな、大丈夫かな、いいのかな、やりたいの、え、あ、終わりか、分かったよ、やりゃいいんだろ、やりゃいいんだろお前。そういうの嫌いだな俺、俺そういうの嫌いだな。銀さんはなんか入り口手前でそういやそういして暴れるしさ、なんかタムゴッチはなんかなんか足りなさそうな目線でカメラ目線するしさ、ケビンはなんかさ、え、あ、終わりか、嫌いだなそういうの。うん、僕そう、みんな俺の性格を分かってるからそういうことするよね。みんなあれだよ、見てる方いるよね、みんな、見ている他のリスナーさんいるよね。これは悪い見本だ。うん、真似しちゃいけない。僕が言うとなんかフラグっていうかなんか前振りみたいな風になるかも。さすがケビン、まあな、うん、えって、おいおい、しかもタマゴッチなんか着替えてるし、しかもなんか俺好みだなそれ。うん、青色ってな。うん、まだおめかしする。うん、服装はいいけど武器か今度はね。銀さんもなんか本気っぽいなんか服装になってきたけど、でも銀さんあれだね、全身シルバーじゃないと多分本気じゃないかなこの方は。どんな服装だろうね、みんなの本気の服装を見てみたい。あら、
あら、まさかのペアルック。待って、俺もペアルックしてくる。あいや、いいんだ。うん、いいんだ、別に。うん、いいんだ、いいんだよ。うん。ささっと始めることはいいんだ。うん、いいことだ。てか、暑い。暑いよ。暑いよ。うちって、うちはなかったっけ？取ってくるんだ。行くんだ。てか、なんでさっきから無言なんだよ。ん？それな、ん？推しに弱い、そこがまたいい。お前な、お前な。あー、気持ちいい。もう一回やって。いや、エッチなことはしてないよ、みんな。あー、おー、おー。どんな戦いになるか。そう、そこがいい、そこ。あー、気持ちいい。あー、いいね。あー、気持ちいい。あー、来るわ。あー、そのテクいいわ。うん、そこで口を使うのいいわ。うん、あ、みんな、あれではエロいことはしてないよ。それでも健全なことをしてるから。いや、本当だ、本当に健全なことしてるからね、今。あれよ、実況するにあたってさ、おい、うん、あれなんだ。いや、あれ、やらしいことはしていないんだ。ちょっと言わせてくれ。あれなんだ、実況撮るときって、窓を開けてないんだ、俺は。うるさいから。近所にご迷惑かけるから。あれよ、だって、窓を開けてたらあれじゃん、急にどっかの家から、なんか、ふふーとか、なんか、ちょっと気違いじみたか、ね、叫び声が響いてくるわけじゃないですか。まあ、最悪通報されるじゃん。ね、最悪ね。うん。だって、窓をガン開けでふふー言ってんだぜ。一人で。画面の前で。寂しいな。うん。まあいや、そんなことはさておき。うん。まあそういうことがあるので、あれあれ結構無茶ぶりなのを立てたな、随分。ほっ、よいしょ。まあ叶えてやるよ、これ。おぉ、あ、あ、死んじゃったのか、死んじゃったのか。あじゃねえんだ、体力減ったわ、ボケ。おぉ、え、今超ぴったりじゃなかった、2人とも。ありがとう、終了だな。遊びすぎた。トレインさん、ご一緒に。最後まで油断するなよ。いただきます。はい、美味しいな。ルームの最高です。おー、パイが飛び出るぜ。はい。あ、くそ、くそ、立てない、立てない。あの野郎、逃げやがった。あいつどうせ OP 切れだろ。OP 切れだろ。OP 切れだろ。撃ったる、撃ち落としたる。この野郎、俺がいつまでも黙ってると思ったら大間違いだ。俺たちね、反抗期っていうもんが来るんだ。うわぁ、後ろから何。ここで裏切るか、誰だ、どっちだ。大丈夫ですよ。大丈夫なの、注射はありませんから。うん、注射より痛いバレット打った。たまごっち。あ、ケイさんやだっちゃった。銀さん、お前だったのか。お前か。そうか。くそー、銀さん、そうきたか。なるほどな。ケビンさん、すいません。いやー、面白い。うん。ねえ、まあ、面白いからこそ、新メンバーが入りにくいのかもしれないけど、ね。うん。いや、どんどん入っちゃっていいんだよ、本当に。申し訳ない。お、謝ってる。ガチで謝っている。ガチで謝っている。おう。おうおう。大丈夫。僕は打たれ強いんだ。うん。さあ、行こう。てか、ほんと銀さんとケビン仲いいよな。絶対掘ってるわ。ね、多分ね、なんだかんだで、あ、銀さんその格好がいつものほんとだもんね。いつものほんとってなんだよ。そこ、あれだよ。銀さん映ってないんだよ。モザイクなんだって、ちょうどよく。ちょっとケビン、そこ2位の席、そこ、そこシャドウさんの席よ。いいの、許可 もらった、許可もらった。いいのね。あれ、たまごっちが、たまごっちのお姿が、いや、そこ見えてねえから、見えてねえから。あれ、銀さんは、あれ、銀さんは隠れろ。あ、バレた、そこバレた。変態ですか。あ、違う、俺の声聞こえてんのかな。うん。あ、じゃあ、ちょっと引っ掛けよう。
銀さんのことを友達って思ってますか？おい、なんでこいつ、な、あれ、こいつ声聞こえてんの？よう、よう銀さん、なに、カピバラで座るのってなんか流行ってんの？てか銀さんよかったね今、ケビン、よかったね、よかったねケビン、ね、今うーって言ってたら大事故になってたよ。まあちゃんとフォローするけどね、うん、ネタだからさ。いやでもうんって言うとは思ってなかった。いやケビン素晴らしい、これがケビンと銀さんのホモパワー、見ましたか皆さん、これがあのテレパティーですよ。うん、テレパシーじゃなくてテレパティーね。うん、なんでティーかっていうとティンコのティーね。うん、ケビンのテーマ、あ、ケビンのテーマ、うん、2回言わなくていい、大事なことだから2回言ったのかな。うん、ありがとう。和風だなお前。だいぶ和風だな。うん、しかもテンポいいなお前。ティンポいいな。うん、ツッコミどころ満載で面白いわ。うん、飽きないわほんとこのメンツ。うん、いやーいいね。なんでぼっちって、なんだろ、ぼっちって流行ってんのお前らね。ぼっちじゃない俺がいるから。うん、ねえ、はっ、ふんん、いやーなかなか面白い。うん、多分ね、ゆきさんもね、この部屋を今回狙っていたと思う。うん、ツイッターで言ったんだが、まあね、多分悔しがってね、あれだよ、しんちゃんでよくあるでしょ、クリオしんちゃんで、うさぎのぬいぐるみを殴る。うん、多分今そういうことをしているでしょ、ゆきさんは。うん、多分ぬいぐるみじゃなくて、本物の人間殴ってんじゃねえかな。うん、そこら辺の人間、ちょっと待てよ、って。ちょっと来いよ、って。うん。ちょっと来いよ、ふーんつって、ね。多分やってんじゃないかな、ゆきさんね。うん。まあね、ゆきさんはそういう方だと僕は思っている。うさぴん、うさぴん、そうだね。お前ら会話弾むな、ほんと。さっきできたネタだね。お前らほんと仲いいな、よかったな、銀さん、今回。ケビン結構 GJ なことしたよ、今回。じゃあ、ここでやる？はい、立って。配置はなんかバラバラだけど。はい。銀さんも、いつまでも、そいや、どこだっけ、どこでやんなきゃ、そいや、閉めないで、まだ閉めないで、終わっちゃったー。